おはようございます。清美です。さあ、冒頭見ていただいた映像ですけれども、こちら、昨日紹介した iPhone 13 Pro とこのスモールリグのセットですね。あとは上には、今収録に使ってしまっているんですけれども、ゼンハイザーの MKE200 を乗せて撮影してきたということになります。ただ、ま、音声なかったっていうところで、なんとなくお察しの方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと今日、限られた時間で午前中しか、 行くことができなかったっていうのもあって、他の本来の目的をですね、いろいろこなしていたら、ほぼほぼ撮る時間がなくなっちゃって、映像のみのショットでいくつかカットを取ってきたという具合ですね。でちなみに見ていただいてたのが、iPhone 13から搭載されたシネマティックモードで撮影したものになります。ちょっとボケみの具合とか、まだまだこう開発段階というかですね、もうワンアップしてくるんじゃないかなっていうところはあるんですけれども、 全体的に見ていただくと非常にボケみ感もあってなかなかいい映像に仕上がってると思うんですけれども皆さんの感想いかがでしょうかということで、まあ、今日はこのセットで撮ってきたんですけれどもちょっと機内も2回ぐらいはフライトすることもできたんですが完全な訓練生と飛ぶっていうことで機内撮影ができたりとかっていうチャンスがなかったので、まあ、今後の課題っていうところでは機内撮影とそれからあとは音の感じですね 今日かなり風が強い中でカットを撮っているだけでまああとはこう小話なんかをしながら撮っていたので映像として見返す限りはかなり風が強い中であったにもかかわらず声が鮮明に聞こえていたのでこの MKE200 は評判通りの性能だなっていうのは実感することができたんですけれどもそれを動画に撮りためることができなかったのでその点は宿題として撮っておこうかなというふうに思います ただ、とは言っても、10月の中頃に、このセットを持って、とあるイベントに行くという用事があるので、それまでですね、空き時間を見つけて、どんどん練習していきたいと思いますけれども、その様子も日々の動画に少しずつ入れていけたらいいかなというふうに思っていますので、シミュレーター動画だけではなくてですね、この実写動画も期待してみていただければと思います。 さあということでこの iPhone13Pro でのセットでの撮影ですねこちらの方は一番最後にこの動画の終わりのところですねプラスアルファで映像を入れておきたいと思いますのでそちらを見ていただきたいなと思うんですがちょっと話は変わってこれまでですね1ヶ月1ヶ月半ぐらい前からですかね、えー、ずっと話をしてきているホームページの話ということで 実はまあかなり半分超えたあたり6割ぐらいまではできてきているつもりなんですけれどもまだまだ足りていない部分があるもののこのままだらだらと引き伸ばしているっていうのもなかなかゴールのない中でやるっていうことで間延びしちゃいそうだなっていうので今回ですねプレイオープンっていう形で公開の方していきたいと思いますでもうすでに URL はあってでなんなら SEO 対策もちょこちょこ入れ始めているのでもしかするともうすでに検索で引っかかっているとかそういう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども改めてですねホームページの方の紹介っていうのをこの後していきたいなと思いますでプレーオープンということなので当然今後ですねアップデートどんどん入れていきたいと思いますで僕もそうですしあとはマネージャー兼ディレクターっていうことでお手伝いしてくれているメンバーと最近ですねもう一方 え非常に心強い助っ人がこのプロジェクトに参画してくれるということでトータル3名もしくはまあ僕が主になると思うのでトータル2名という形になるかもしれませんが、えー、やっていきたいと思いますのでそういったアップデート情報っていうところも徐々に徐々に見ていただくという形でなんだかフライトシミュレーターと同じようにアップデートアップデートっていう感じになっていくかもしれませんけれどもホームページなので、まあ、特段バグが出るとか そういう弊害はないかなというところで、暖かい目で見守っていただければなというのと、あとは一番の目的ですね。たくさんのこの膨大になってきた動画を整理することによって、フライトシミュレーターの世界、もしくはリアルで飛ぶっていうところにフォーカスして、空の世界っていうのをもっともっと楽しんでいただけるような、そういった足掛かりになるようにやっていきたいと思ってますので、その点ご理解いただいて、たくさんの方に見ていただければなというのと、あとはですね、 まだまだ伸びしろしかないホームページだと自負していますので、えこんなサービスもあったらいいなとか、こんなことしてほしいなっていうのがあれば、ぜひコメント欄まで入れていただければと思っております。ということで、画面の方に切り替えて、実際にホームページの方を紹介していきたいと思います。はい、ということで、こちらホームページの方にやってきました。リンクの方は概要欄の方に貼っておこうと思いますけれども、 今はですね、こういった形でトップページがどうにか出来上がっているところという感じですね、えー。一部コンサルティングのページだったりとかっていうのはまだ未完成なので、上のメニューには登場しないんですけれども、今のところですね、出来上がっているところから少し紹介してみようかなというふうに思います。まずこのオンライン解説、もしくは上のクルーズというところですね。えー、ここのクルーというのはですね、以前にも紹介したことあるかもしれませんが、 ヒントとか tips とか、まあそういう感じの手がかりみたいな意味合いなんですけれども、まあ、フライトクルーズという名前にもなっている通りで、それぞれのカテゴリーごとに分類しているところという形ですね。なので、まあ皆さん一番期待してたところはここかなという感じで、えー、少し紹介してみたいと思いますけれども、例えばエアバスの320 n e o こちらの方を開いていただくと、こういった形でカテゴライズして、 それぞれの動画に飛べるようにっていうところで、まずは羅列ですけれども、上げているという形ですね。で、今この裏でですね、機体のそれぞれのパネルに対して、ここの部分が知りたいっていう時に、そこ,こを押して、さらにリンクを辿ることができるっていうような、そういった部分のプログラムは、コーディングを進めているんですけれども、ちょっと手が追いついていないというのが実情ですね。ただ、まあ今の状況でも、 例えばじゃあチェックリストを見たいっていう時には、ここを開けばいいとか、それぞれですね、タイトルごとに分類はしているので、操縦関係の解説であれば、例えばフルオペレーションの前編、中編、後編という形で、それぞれ見ていただくこともできますし、パート解説として、準備編で MCDU のセットアップ、コストインデックス、もしくは離陸速度っていう形で、それぞれ細かいところを見ていただくこともできるという形になっています。 ちなみに今それぞれの機体に登録されているのは毎日の Vlog の250本目ぐらいまでのところが網羅されているという形でまだ400本に至るにはもう少し時間がかかりそうなんですけれどもこの動画の公開されている日日曜日の朝ですけれどもその日もですね時間をかけていろいろ更新していこうと思っていますのでまずはこのリンク編というところで見ていただければと思いますそれからですねダウンロードページ こちらの方に飛んでくると、これまでにリリースしたですね、チェックリスト。こちらを落とすことができます。えー、それぞれですね、エアバス320、もしくはセスナ、ビーチクラフト、シーラス。こういった形で、それぞれのチェックリストをダウンロードできるということで、まだお持ちでない方、もしくはこれから飛ばしていきたいというところで、興味あるところを開いていただければと思います。えー、それから最後に、カンパニーということで、まあ、少し、これまでの略歴等を 書き始めているんですけれども、まあ、こちらもまだまだ未完成というところで、まあ、その全体的な部分っていう意味では、6割できてないっていうぐらいの印象なんですけれども、まずはですね、全体見ていただいて、今後のリクエストを含めてですね、コメントをいただきながら、今予定しているワークを完了させるとともに、皆さんのご意見も反映しながらやっていきたいと思っていますので、ぜひ、えー、よろしくお願いいたします。 それから、あれと思われた方いらっしゃるかもしれないんですが、フォーラム機能ですね。えー、情報のやり取りを一箇所で集約してできるようにということで、フライトシミュレーターもしくはフライトに関することで、これまで YouTube のコメント欄でやってきたものを一括的にこのホームページで見られるようにっていうのをやろうと思っているんですけれども、ちょっと動作検証がまだ済み切っていないというところで、後悔の状態にしていますけれども、近いうちに、まずはベータ版という形で、 既存のあるものからですね、プログラムを引っ張ってきて、公開したいと思っていますので、もう少しお待ちいただければと思います。ということで、まあ、全体の完成までは、もうあと1ヶ月ぐらいかかるかなと思っているんですけれども、コツコツやっていきたいと思っていますので、もう少し気長に待っていただきつつ、今あるコンテンツを楽しんでいただければというふうに思っています。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こういった形で、まあ、本当に、 思っている以上になかなか手がつけられないことも多くて、歯がゆいところもあるんですけれども、そこら辺もひっくるめて気長に見ていただきたいなというところと、もしですね、こういった部分サポートしていただけるという方がいらっしゃれば、ぜひコンタクトいただければと思っております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。 To be honest, it has never brought me down, no, 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 I'm really glad I'm not walking around, but even my inflated brain has figured it out, and suddenly you realize, that everything you ever told yourself. Cry.